日野だ。あの枕、マジで俺のために。昔戦争でもあったのか。クモの巣が。どうした、ヒナだ。白眼で遠くが見えるのに近くのクモの巣にかかるなんておっちょこちょいだな。ナルト君、私はちょっと肌寒いけど。そんな格好してりゃ寒いだろ。だってこれは任務服だから。大丈夫？大丈夫だってばよ。どこ行くの？ちょっとしょんべん。大丈夫？どうしたの？背中怪我しちまったみてえだ。はい。すまねえ。花火を早く助けてやらねえとな。編み物ってあれを永遠と続けていくのか。時間かかんだな。日向、昼間に言いかけた相談ってなんだ。クグツのトネリが何か言ってたとか。あれ、なんでもないの。ごめんなさい、一人にして。そっか。あの里を調べよう。ここにも花火はいねえみてえだな。好きだから優しいってわけじゃなくて。今なんて。花火が心配だって。その前。ひなた、俺はお前のことが好きだ。